皆ささんんスラマッパギー感覚知覚知心理学におじさんです今日のの触覚の仕組みについいてて解説していきます今皆さんはどのような食感を感じているでしょうかパソコンの前に座りキーボードの表面のザラザラ感スマートフォンのステンレスの硬くてひんやりした感じなど物体の質感を感じているのではないでしょうかさらに意識を向けると。 肩や背中に服の感触、足の裏から床の存在が感じられるのではないでしょうか今回は皮膚感覚をはじめとする感覚がどのような仕組みで感じられるのかそのメカニズムについてお話ししていきます触覚は皮膚感覚における圧や形状の感覚の一つです触覚があることによって、 皮膚に何かが接触していることを知ることができたり何かが体に接触している時のどの程度の強さのものなのか反応したり地面を感じたり外気を感じることで空間を定位したり触った印象から対象の形態や表面の状態の特性湿っているのか硬いのかネバネバしているのかすべすべしているのかなどを知ることができます。 触覚がない状態とはどのようなものか想像してみましょう。視覚は目を閉じれば、聴覚は耳を塞げば、感覚が機能しない場合を体験できますが、触覚は一時的に閉じることができないため、なかなか想像がつかないかと思います。オリバー・サックスの妻を帽子と間違えた男という名著には、体のないクリスティーナという。 神経炎のために触覚を含む体の感覚を失ってしまった女性を紹介した説があります。クリスチーナさんは、触覚がなくなっても、目も見えて、耳も聞こえるため、一見すると何も問題なさそうなのですが、固有感覚が失われているため、体の動きや位置が分かりません。そのため、表情や声の調子、姿勢などを意識して作らなければならず、 大げさになってしまいまいす皮膚からの感覚は多少残っていたそうでオープンカーに乗って風を浴びると自分に顔や腕や体があると気がして気分が良いと説明したそうです。また私の体ときたら目や耳がダメになったようなものよ自分の体に気づくことができないんですものや体の真ん中にある何かが。 そっくり抜き取られてしまったみたいなのですなどと自分の状態を表現しています触覚が失われることで自分と世界をつなぎ止めるものがなくなってしまったかのようなのです触覚を失うことは特殊なことではありません脳卒中が頭頂用の体制感覚やで起こると触覚が失われてしまいます脳卒中は脳の両半球で起こることは稀で 多くの場合体の半分だけに症状が現れます片側とはいえ患者の方はひどい困難を覚えます非常にライトな例としては長時間正座をしていると足がしびれてしまいます動かそうとしても力をコントロールできなかったり触っても触られる感覚が薄く自分の足ではないような感覚を覚えます 一時的に触覚が低下しているためにこのような感覚が生じるのです17世紀に哲学的な論争を呼んだ問題でモリヌークス問題というものがあります生まれつきの盲人が成長する中で同じ金属でほぼ同じ大きさの立方体と球体を触覚で区別することを学び 触った時どちらが立方体または球体であるかを言えるようになったとするそして今この盲人が見えるようになったとする盲人が見えるようになった今テーブルに置かれた立方体と玉をそれに触る前に視覚で区別しどちらが球体でどちらが立方体なのかを言えるかという問いです極単純化して言えば 生まれつき目の見えない人がいて、もしも成人してから手術で目が見えるようになったとしたら、それまで触ることによって分かっていたものを目で見ただけで認識できるようになるか、という問題です。皆さんはどう思いますか動画をストップして考えてみてください。この問いには、実際に開眼手術を行うことが技術的に可能になったことによって答えが出ました。 答えは認識できないです突然目が見えるようになってもただ光にあふれた光景が広がるだけでものの形や距離感を捉えることはできないのです。手術後しばらく時間が経っても立体を観察しながら上の面がひし形みたいになっていてわかりにくいと言ったり猫の前足やしっぽ耳が見えても全体を見て猫だと判断できなかったりするようです。これは 触ったものと見たものの情報が統合されていないからです他の五感と比べて触覚だけが持つ特徴がいくつかありますその一つは感覚を得る部分が目や耳と違って全身に分散しているという点です皮膚は面積1.6から1.8平方メートルだいたい畳一畳分 重さは約3キログラムです人体で最大の臓器である表皮が全身を覆って触覚を感じるための窓口となっています人が体全体から受けている感覚には皮膚感覚のほかにも2つあります一つは胃が痛いお腹が空いたなどといった内臓の状態を感じ取る内臓感覚です もう一つは筋肉、腱、関節の位置や運動、緊張や抵抗などを感じる自己受容感覚、固有感覚というものです。固有感覚は皮膚感覚とは相互に関係し合っているので、私たちは普段、この2つをあまり区別せずに、1つの感覚として体験しています。そのため、この2つを合わせて体制感覚という名前で呼ぶこともあります。 皮膚感覚には、音霊の感覚、痛みの感覚もあります。視覚は光を、聴覚は音を感じ取るものですが、触覚は何を感じているのでしょうか。簡単に言えば、皮膚の変形です。より正確には、皮膚に入り込んだ末梢神経の先端にある触覚センサーが、 圧力や振動によっってて細胞が変形したことを感じ取っています体の中の触覚センサーは機能に応じていくつかの種類に分かれています。一番原始的な触覚センサーは自由神経終末といって、感覚神経がそのまま枝分かれして皮膚内に入り込んでいるものです。痛みや温度、かゆみを感知しているのも自由神経終末ですが、 触れられたことによる圧力にも反応します。特に細い感覚神経である C 繊維は、熱にも圧力にも化学物質にも反応するので、ポリモーダル受容器と言われています。この神経は痛みやつべたさ、さらに心地よさを担っていると考えられ、毛の生えている皮膚を柔らかいブラシでゆっくり撫でると、C 繊維が応答することが知られています。この自由神経終末には、 毛根に巻きついているタイプのものもあります。手は手このような働きをしていて、毛先に何かが触れただけで毛根部の神経はかなり敏感にそれを察知します。全身がほぼ毛で覆われているネズミの毛根では、2種類の自由神経終末と1種類の太い感覚神経が入り込んでいて、毛のわずかな動きを素早く察知できるようになっています。次に より高度な触覚センサーとして太い感覚神経で伝えられていてその神経の先端に機械受容器と呼ばれる構造体がくっついているものがありますこれまでに4種類が見つかっていますそれぞれメーケル細胞マイスナー小体パチニ小体ルフィーニ終末といいます主に担当している振動の細かさ つまり周波数が異なります。例えば形の凸凹や表面のエッジ、優しく押された圧角を感じるのはメルケル細胞が担当しています。パタパタと感じるくらいの速さの振動や、つつっとした滑りにはマイスナー正体が応答します。この2つは特に種子に高い密度で分布しています。皮膚の奥の方にあるパチニ正体は もっと細かい振動例えばサンドペーパーのザラザラやすすきの穂のチリチリしたような感じに敏感に反応します。最後のルフィに終末は皮膚の伸びに応答すると言われていますが、その解剖学やどうやって触覚刺激を神経に伝えているのかのメカニズムについてはあまりよく分かっていません。原始的な感覚神経である自由神経終末では、 触れられたこと自体は分かっていても、触れたものがどんな形をしているのかまでは分かりません。しかし、これら4種類の特別な触覚センサーでは、対象の特徴を抽出することができるので、これらは進化史上、後の時代になって現れたと考えられています。もしも触覚がなくなってしまったらどうなるのか、 というのを体のないクリスチーナ、お礼に話しましたが、これを部分的に体験できるのが局所麻酔です。虫歯の治療や体の手術などで、ある部分を局所的に麻酔すると、その部分の感覚がなくなり、何かがあるなという感じにしか思えなくなります。麻酔をすると、なぜ感覚がなくなるのでしょうか。麻酔は 感覚センサーからの信号を伝えている感覚神経に作用して情報の伝達をブロックします細胞は袋のような形をしていますその袋の表面にはイオンチャネルと呼ばれる穴がたくさん開いていますこの穴は普段は閉じられていますが状況に応じて開きます例えばメルケル細胞の場合 何かが接触して細胞の形が変化すると穴が開くようになっている機械受容チャンネルというイオンチャネルが存在しています。イオンチャネルが開くとこの穴からイオンが流出入するので袋の内外で電位の変化が起こります。これらによって普段はマイナスの電位を帯びている細胞内が一時的にプラスに帯電します。これを細胞の興奮と言います。 この興奮がメルケル細胞で起こると、その情報を受け取った感覚神経が皮膚から脊髄まで触れられたという情報を伝達します。人の手を例にすると、手には各々の先が10ほどの触覚センサーに分かれた感覚神経が2万弱ほどあります。この感覚神経は、一つ一つが1メートルもの長さを持つ神経細胞で、脊髄へとつながっています。 そして脊髄で情報が受け取られると今度は脊髄神経を介して脳の中継地点である視床を経由してほぼ1対1対応で脳の体勢感覚屋というところへつながります体勢感覚屋では全身から届いた情報がつま先から胴体手顔下まできれいに並んでいるボディーマップとも呼ばれています簡単に例えると 家中の電球が何本もの電線を伝って一箇所の配電盤につながっているようなものですイオンチャネル云々の仕組みは他の感覚でも同じです麻酔薬は細胞の表面に点在しているイオンチャネルを塞ぐ性質を持った化学物質でできていますイオンチャネルが塞がってしまうと神経細胞は興奮しなくなり触覚も痛みも脳に伝わらなくなります そのため感覚が失わわれるというわけですちなみにフグの毒のテトロドトキシンも同じようにイオンチャネルを塞いでしまうため食べた人は20分から4時間程度で麻痺が広がり唇や舌指先のしびれ言語障害運動失調知覚麻痺が進行し呼吸麻痺を起こして死亡します。 フグを食べるなら適切な処置ができるフグ調理師免許を持った方にさばいてもらいましょう。麻痺の状態になると何も感じなくなります。この状態で卵をつかむとどうなるでしょうか。ついつい強く握ってしまい潰してしまうそうです。適切な力で素早くものを持ったり機能な操作をするためには視覚による調節だけでは不十分です。 微妙な皮膚感覚による触覚のフィードバックが大事なのです。信号が脊髄などを経て到達する脳の領域は、皮膚との大まかな対応関係を持っています。それを表す絵が、体の神経外科医だったワイルダーペンフィールドラによる脳内の小人です。小人を意味するホムンクルスとも呼ばれます。 顔や手のひらが実際の人体の比率より大きく書かれていますがこれらが特に広い領域を体制感覚やで占めていることを意味しますペンフィールドラは脳の病気である転換の患者たちを手術する一環で解凍して覚醒状態にある人の中心公開皮質一時体制感覚やなどを電気刺激した時にどんな感覚が体験されるかといった反応を調べました ペンフィールドが見た患者らは脳を刺激された時しびれた感じやチクチクする感じなどを体験したそうです。